海。海還元楽のための三つの公共的素描、海、は、フランスの作曲家、クロード・ドビュッシーが1903年から1905年にかけて作曲した、副題のついた三つの楽章、第一楽章、海上の夜明けか、真昼まで、から、第二楽章、波の戯れから、第三楽章、風と海との対話、一、ドえル。 オーブ・アミディ・シュール・ラメールマイナス -2、ジュデベ・イイクスマナス3ダイアログ・ジュベント・イデ・ラメールからなる、還元楽曲である。演奏時間は23分から24分。作品は、楽譜を出版した、デュラン社の経営者、ジャック・デュラン、ジョック・ダーンドに検定されている。1905年に、フランスで出版された、海初版のオーケストラ・スコアの表紙デザインには、ド・ビュッシー自身の希望により、 カツシカ北斎の富岳十六系の一つ、神奈川沖波裏、正確にはその左半の大きな波の部分が用いられた。ドビュッシーは若い頃、後にオーギストロダンの妻となるカミー・ユクローデルと親しくしており、彼女から北斎の版画や日本美術についてレクチャーを受けたとされる。また、彼の実質にはオディロン・ルドンの石版画や、 神ユークローデルの彫刻などと共に北斎の神奈川沖並裏が飾られていたとされ、実際にそのことを示す写真も残されている。これらの事実から、ドビュッシーの海は北斎の浮世絵にインスピレーションを得て作曲された作品として紹介されることがあるが、実際には創作における関連性を明確に裏付ける資料のありは確認されておらず、あくまでも憶測の域を出ない。 また、が1893年に発表した、中編小説、サンギネール諸島付近の美しい海も、海との関連が指摘されることがある。なぜなら、海の第一楽章、海上の夜明けから、真昼までには、構想の初期段階から、完成間際までの約1年半にわたり、モクレールの小説と、全く同名の、サンギネール諸島付近の美しい海という題が、付けられていたからである。 ドビュッシーは、モクレールとの面識があった上、同小説が掲載されたエコードパリ紙も当時公読しており、この小説の存在を知っていた可能性は高い。小説の筋書きは、地中海で嵐にあった船乗りが架空の3つの島々を順に訪れるというもので、その工程は、若さや、生命が、老いや、滅びに向かう様子を偶意的に表現している。絶望的な、いわゆる、 バッドエンドで終わる物語であり、ドビュッシーの作品とは、全体の色調がかなり異なっている。両作品の関係については、いずれも全体が三部構成をとっており、時間の推移を表現しているという共通点が見られる。ことから、ドビュッシーが、小説から何らかのインスピレーションを得たとするがある。一方、血を流すことを好む、残忍なを意味する、サンギネール、サングイナイレと、 美しいという言葉のギャップの面白さから選ばれたに、過ぎないとする説もある。いずれにせよ、北斎の場合と同様、それを客観的に検証できる資料は存在せず、やはり憶測の息を出ない。ドビュッシーは多くの書簡や著述を残しているが、海については多くを語っていないため、北斎やモクレールの作品との関連に限らず、 創作の核心部分は秘められたままになっている。海は前述の通り1903年から1905年にかけて作曲された。この時期にドビュッシーは次のような状況に置かれていた。1902年に初演されたオペラ、ペレアスとメリザンドの成功は、フランス国内におけるドビュッシーの知名度を飛躍的に高めた。ペレアスは演後もたびたび再演され、 新聞社は、ペレアストル、ドビュッシー主義者と称される、ドビュッシーの支持者たちの演奏会場における振る舞いを記事に取り上げ、ドビュッシーを新しい宗教の首領に例えた。ドビュッシー自身は、このような事態に困惑したが、彼の存在はすでに社会の注目の的となっており、新聞各社は、ドビュッシーの動向を常に監視し、作曲の進捗状況に関する、 未確認情報までもが記事された。ドビュッシー主義者たちはペレアスの延長線上にある新作が発表されることを望んでいたが、ドビュッシー自身には2匹目の土壌を狙うつもりは妄想なかった。エドガー・アーラン・ポーの短編に基づくオペラ、ミカンや海の構想を練っていた頃、ドビュッシーはアンドレ・メサジェに当てた1903年9月12日付の 手紙において、次のように述べている。ドビュッシーは、1899年に結婚した、ロザリー・テクシエ、愛称、リリーという11歳年下の妻がいたが、海を作曲中の1904年に、銀行カプジンで、同い年のエンマ・バルダックとの仲を深め、ついには不倫の間柄となった。ドビュッシーは7月に、リリーを実家に送り返すとエンマと逃避行に旅立ち、イギリス海峡にある、 ジャージー島、ドーバー海峡に面したノルマンディ地方のディエップを順に巡り、9月下旬にパリに戻った。その後、ドビュッシーとリリーの別れ話は、リリーのピストルによる自殺未遂、10月13日にまで発展し、このことは11月4日付のフィガロ紙によって報じられた。ドビュッシーは銀行カップ人の財産目当てに妻を捨てようとしている、という噂が広まり、 ドビュッシーは世間の批判の矢を表に立たされ、これまで信仰のあった友人の多くも彼から離れていった。当初リリーにはドビュッシーと別れる意思がなく、離婚に向けた調停は海をかき上げた1905年3月の末になって、ようやく始まることになった。話がまとまるまでにはさらに数ヶ月を要したが、結局、ドビュッシーは1905年7月17日に正式に リリーと離婚し、エンマを以降の生涯における伴侶とした。エンマはこの時すでにドビュッシーの子供を見守っており、同年10月30日にはドビュッシーとエンマの娘、クロード・エンマ、愛称主子を出産した。それは、海の初演が行われた約2週間後のことである。ドビュッシーは1903年8月、海の作曲に着手した。 同年9月12日付のジャック・デュラン及びアンドレ、メサジェに宛てた手紙には、還元学のための公共的素描、海の作曲に取り組んでいること、作品は、1、サンギネール諸島付近の美しい海、2、波の戯れ、3、風が海を踊らせるの3つの楽章で構成されることなどが記されており、この段階である程度作品の構想が固まっていたことが伺える。当時ドビュッシーは、 海から離れたブルゴーニュ地方のビシャン、ビチャインという町で作曲を進めており、さきのメッサージェ宛ての手紙には、ブルゴーニュの丘から、海は見えないが、記憶の中の海の方が現実よりも、自分の感覚には合っていると、海が見えない場所で、海を作曲していることに対する言い訳めいた説明を、している。その後、前述の通り、 ドビュッシーの私生活が劇的に変化する中で作曲が行われた。オーケストレーションが進められたのは、エンマとの逃避業で滞在したジャージー島やディエップにおいてであ、第一楽章のタイトルの変更や第二楽章集結部の書き直しが行われたのは、リリーの自殺未遂事件によって世間からのバッシングを受けている最中のことであった。 全曲が仕上がったのは1905年3月5日のことである。着想から完成までに約1年半を要したものの、野草曲が5年、映像が7年の年月を必要としたことに比べれば、異例の速さとも言える。こうして完成した海は、具体的な表題を有するにもかかわらず、構成に重点が置かれた絶対、音楽的な作品であり、一種の公共曲とみなされる。 ことさえある。実際、全体が3つの学章で構成されている点や、複数の学章にわたって、同じ主題や動機を使う、循環形式が用いられている点は、当時のフランスの作曲家が書いた、公共曲とも共通している。ただし、音楽を構成する原理は、従来のその他形式の、主題提示から、展開から、再現といった直線的なものではなく、動機や主題が、 相互に関係を持ちながら、螺旋を描くように生成転化していという、全く新しい独自のものであった。作品の詳細な分析を行った、作曲家、ジャンバラケは、海によってドビュッシーは、新しい音楽技法を発明し直したと評価し、その新しい構成原理を開かれた形式と呼んだ。バラケは次のように言う。また、ドビュッシーの研究者、 松橋マリア次のように表現している。後にドビュッシーは音楽というものを立動づけられた時間と色彩でできていると説明するが、この言葉は海にそのまま当てはまるばかりでなく、むしろ海での実践がこうした考え方の裏付けになっているとも言える。しかし、こうした海の作曲技法上の新しさは、初演当時の聴衆や批評家にはほとんど理解されず、 音楽による海の描写という観点から作品を論じるものが大多数であった。現在においても海は海の情景を描写した兄弟音楽として説明されることがある。作品の完成後、初演に向けてのリハーサルが始まるが、ドビュッシーは初演を担当する指揮者、カミーユ・シュビアールを全くと言って良いほど信頼していなかった。また、オーケストラに配布された。 パートフには誤色が多く、ドビュッシーは本番直前まで間違った音の修正に追われるというありさまであった。このような状態の中、1905年10月15日、パリにおいて、シュバイアール式ラムルー管弦楽団により、海の初演は行われた。ドビュッシー主義者たちは新作、海がペレアス的な音楽でないことに失望し、直後に発行された。 神1905年10月15日号では、かつてドビュッシーの擁護者であった音楽評論家が同作品について自然の複製品、海を感じることができないなどと酷評した。その後、パリでは1週間後に、ブリュッセルでは12月3日に海が演奏されたが、聴衆の反応はかんばしいものではなかった。海が聴衆や批評家の理解を得られなかったことで、 その後しばらくの間、ドビュッシーの創作活動は極端に低調なものになり、1906年に作曲されたのは、わずかにピアノ商品1曲のみであった。1908年1月12日、海がエドアル・コロンヌ式、コロンヌ管弦楽団によって再演されることとなったが、練習の段階でコロンヌは曲をまとめきれず、公演を1週間延期した上、ドビュッシーに式を交代した。 こうして同年に1月19日、作曲者自身の指揮によって海の再演が行われた。この公演は熱狂の嵐のような大成功となり、ドビュッシーは翌週1月26日にも指揮台に立ち、さらに2月1日にはロンドンでも海を指揮した。こうして海は名作としての地位を確立していくことになった。また、翌1909年には、 オーケストレーションなどを修正した楽譜が新たに出版されるが、これは実際に自作を指揮したことの成果であると考えられる。フルートに、ピッコロ1、オーボエ2、コーラングレ1、クラリネットに、A 管、B 管持ち替え、ファゴット3、コントラファゴット1、ホルン4、トランペット、カ管カ3、コルネット、C 管2、トロンボーン3、チューバ1、ティンパ2、大太鼓、 トライアングル、シンバル、タムタム、クロッケンシュピール、またはチェレスタ、ハープに、ゲンオブ。先に述べた通り、循環形式が採用されており、第一楽章と第三楽章は緊密な関係にある。その際に、重要な役割を果たすのが、以下に挙げる二つの楽層である。一つ目は、16分音符不点8分音符のリズムと、 二度の音程の動きを持つ動機である。以下、本校ではこの動機を A とする。この動機は第一学章の第三小節目にチェロに現れ、第六小節目には木管楽器によって二度上行した後に元の音に戻る動きに拡大される。スコアレラティブ C、スコアスコアレラティブ C、スコア A は音の進む動きを上下反転させた形。 範囲域なりでも使われる。次のフレーは、第三楽章の集結部分で、トロンボーンによって演奏される範囲域なりの A である。スコアレラティブ C、スコア二つ目の楽奏は、循環主題、または一種の異例フィクス、固定楽奏である。以下、本校ではこの主題を B とする。第一楽章の第十二小節目において、 コーラングレとミュートをつけたトランペットによって提示される。レラティブ C、スコア、B は第1楽章に3回登場し、第3音楽章では様々な形に変容される。次のフレーは第3音楽章の第98小説目以降に、ファーゴットとチェロのピッツェカートで奏されるもので、B の末尾の三連符の音価が拡大されている。この楽章は音の高さを変えて4回登場し、 コルンがそうする A と組み合わされる。スコアレラティブ C、スコア、第三楽章の集結部では、B の後半部分がオステナートとしても扱われる。フレーの上段は、コルネット、下段はチェロ及びコントラバスによるオステナートである。この後、コルネットの動きは、弦楽器などに引き継がれ、最終的には範囲なりの A の背景となる。スコアレラティブ B、スコア、また、 第一楽章の終結部に登場するコラール風の主題は B 冒頭のリズムに由来している。この主題は第三楽章においても2回登場するが他の動機や主題と異なり展開されることはない。スコアレラティブ B、スコア第一楽章、会場の夜明けから真昼までの冒頭後小説間においては、ロ、A 派、A、A との4音のみが使われている。 これを集約したものが次のフレーノであり、これを全体に単三度下げるとになる。さらにのうち、変異、変路を1オクターブ上げて、音の並びを変えると、となる。スコアレラティブ C、スコア第33小説目に登場する、第一楽章の主要主題は、このようにして助走から導き出されている。スコアレラティブ C、スコアまた、第一楽章の前半を締めくくる音程も、 助奏の4音から導かれている。スコアレラティブ C、スコア、第1楽章の主部は大きく2つに分けられ、その後半部分では4分割されたチェロが新しい主題を提示するフレーは上昇のみ。その最初の2音は A であり、新たなリズムの要素として3連符が登場する。スコアレラティブ C、スコア、3連符のリズムは次第に変容し、 第一楽章後半のクライマックスにおいては、上下に大きく動く伴奏型となり、自らを生み出した主題そのものと組み合わされる。スコアレラティブ B、スコア、低音の、ロ音の上に、ハープが、完全五度、A a 音、超六度、A と音の響きを作り出し、チェロが A を提示する。助走部は、ロ単調を示す記号が記,号が記されているが、今回の、 第三音を書いており性は曖昧である。やがて B が提示されるが、刃音から始まる。この主題はさらに調整を曖昧なものにしている。助走部は B の提示を中心にしたアーチ型の構造であり、最後の部分でややテンポを早め、変に蝶々の主部に入る。主部は、木管による主要主題、ホルンによる第35小節目からの主題を軸とした前半と、4部に、 分かれたチェロによって奏される動的な主題軸とした後半に大きく二分されるが、いずれのセクションにも A、B が登場することによって楽曲としての統一が図られている。コーナーでは第132小節目に B から派生したコラール風の主題が現れ、A から派生した音形と主部の主要主題とが同時に奏されるクライマックスに至る。楽章の最後は、超六度。 変度音が付加された変二調々の手話音で締めくくられるが、超六度の響きは、すでに楽章の開始段階で準備されていたものである。一種のスケルツオ楽章である。八小節の短い導入に続き、全音音階的な主要主題がコーラングレによって提示される。第二楽章ではこの主題を中心として、第十六小節目からのトリルを伴った弦楽器による、 主題、第62小節目からの主題、第50小節目からのホルンによってそうされる、計画から派生したもの、第123小節目に登場するトランペットの動機、それぞれ独自に変容しながら複雑に組み合わされる。こうした、この楽章の性格を、作曲家、指揮者のピエール・ブレイズは、絶えず一新される形式と呼んだ。 ティンパニとバスドラムの PP のロールに始まり、チェロとコントラバスが半音階で上行する三連符を含む主要動機を提示する下のフレー。続いて第25小節目でコーラングレとクラリネットが A を、第31小節目からはトランペットが B を提示する。第56小節目からは冒頭の主要動機のリズムに乗って木管群が、 第三楽章の主要主題を提示、音楽は A、B との相互作用を繰り返しながら展開していく。途中、第一楽章のコーダで登場したコラール風の主題が、第133小節目からは P で、第259小節目からは F で現れる。二回目のコラール風主題の後、A、B に基づくコーダとなり、FFF による変に音で全曲を締めくくる。バラケは、 この楽章が対照的な二つの力、混沌とした運動、歌う旋律の二元性に基づく構造であることを示唆している。スコアレラティブ B、スコア、初演が行われた1905年には、海のオーケストラフとドビュッシー自身によって編曲されたピアノ連弾用の楽譜がいずれもデュラン社から出版された。その後、1909年には、 アンドレ・カプレ編曲による2代のピアノ版の楽譜、また、オーケストラ譜の審判が出版された。1909年の審判は、前年にドビュッシー自身が、海を指揮したことを受け、印刷ミスの修正や、オーケストレーションの調整のほか、楽譜の変更が行われている。第1楽章、会場の夜明けから、真昼まででは、主部前半の終わりに小説。 チェロの主題が出る直前が1小節にまとめられ、第83小節目、結果、第1楽章全体の小節数は1905年版よりも1小節少ななった。次のフレーは、該当箇所を並べて比較したもので、上段がティンパに下段がシンバルである。スコアレラティブ C、スコアまた、第3楽章、風と海との対話の終盤近く。 第237個節目から第244小説目にかけての部分にはトランペットとホルンで奏されるファンファーレ風の動機が書かれていたが、下のフレーサン子はすべて削除された。しかし、指揮者のエルネスト・アンセルメは削除された動機を復活させ、以後、それに習う演奏者も少なくない。なお、作曲者によるピアノ連弾版。 カプレによる二大ピアノ版の楽譜には、このファンファーレ風の動機が残されたままになっている。スコアレラティブ C、スコアドビュッシーの死後にも、出版社による工程が行われており、現在、細部が異なる複数のオーケストラフが存在している。1992年に出版された音楽の友者のポケットスコアは、マックス・ポンマー工程によるベータース社のスコアに基づいており、これは、 実質府及び1905年、1909年、1938年の出版府をもとに工程が行われている。一方、本家のデュラン社も独自の工程を行っており、特に第三楽章のエンディング部分の金管楽器の扱いは初版から大きく変わっている。現行のデュラン社版ポケットスコアでは、トロンボーンによる A の範囲きなりがコルネットとチューバで補強されており、 そのために、コルネットが担当していた B の短縮型が、スコアから完全に削除されいる。次のフレーは、複重線、二重線を境にして、左が、初版、音楽の友喋版も、同様、右が、デュランシャバ版の同一箇所のオーケストレーションを比較したもので、一段目が、コルネット、二段目が、トロンボーン、三段目がチューバである。なお、 デュランシャ版で削除されたコルネットの B の音恵は、作曲者自身のピアノ連弾版には書かれているが、カップレによる二大ピアノ版には書かれていない。スコアレラティブ B、スコア、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。